はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。杉田大輔選手、はい、今あれですもんね、聞いちゃいますけど、はい、警察官、はい、警察官もうポリスボクサーですもんね。そうですね。で僕を何よりも KO した選手なので、僕が最後にあの引退試合の時に、自分もまさか KO されると思ってなかったし、 KO されたことないので KO の感覚は分かんないし、でも最後引退式というか引退試合で選ぶんだったら弱い相手とやりたくないなって思いで、僕はあのプロモーターに、はい、強い選手とやらせてくれって言って相手してくれたのが杉田選手。減量どうやってますか。なんか言える範囲です。なんかまあもう減量、すなわちまあプロボクサーなので、まあ仕事の何ですかね、まああのどれだけあの自覚を持ってプロボクサーをやっているかというような形で、それがモチベーションが体重に現れてくると思うんですけど、まだ私も仕事本業第一にやってますので、もう一番は。仕事に、はい、支障が出るような挑戦の仕方はできないですし、はいはいはい、もう迷惑かけられないので、うん、なんで、まあ、私はスーパーバンタム級なんですけど、まあ、女子棒体重とかとも含めて無理のない範囲がスーパーバンタム、うんうん、スーパーバンタム正直 55.3 キロ落としても、うん、まだ体脂肪って 8% ぐらいあるんですよ、うん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 、それってボクサーとしては、うんうん、まあ、一般の人からしたら一桁であれですけど、うんうん、まだ落とせるんですよ、うんうん、正直バンタム級まで落とせる体重なんですけど、うんうん、まあ失敗しないとか、うん、まあ、落とせたとしても戦えない可能性もあるじゃないですか、うんうん、ボクサーだったら分かってますけど、うんうんうん、それも加味してスーパーバンタム、だから無理してないです、要は、まあ、簡単に言ったら、はいはいはい、ギリギリまでやってないですね。スーパーバンタムが 55.3 で、バンタムは 53.5、はい、1.8、 1.8。なんか僕スーパーフライからバンタムに上げたんですけど、バンタムからスーパーバンタムってでかいっすよね。でかいっす、でかいっすよね、あの 1.8 でかいっすよね、はいはい、そっか、それを完備してというか、もう自分の体のことを分かって、あれでもバンタムでやったことは大学3年生までは54キロ級で国体とかも全日本出て、はい、全国大会出てたんですけど、大学4年生になってあの公務員講座があって、はい、勉強しなきゃいけないからもう減量はできないよねってなって、うん、一気に54キロから60キロまでプラス6キロしたんですよ。で全く減量しない状態でリーグ戦出まして、はいはい、それでもトレーニングしてるから一応なんか体は締まってる。あ、そうです、はいはい、体は締まってるで、60キロ で当日計量ですから、うん、アマチュアの、もうみんな大きいんですよ、はいはい、100でかい人は180くらいやっぱりあって、はいはい、それでも減量しないでもあのリーグ戦で5戦5勝の回帰して回帰賞取れて、うんうん、あの60キロ級でも、まあ、一応活躍できて、うんうんうん、一応フィジカルとかもう何ですかね、要はそんな減量しないで動ける方がいいなっていうのが分かって、うん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 、それからむしろもう大学4年生まで私全然無名というか、はいはい、全然全日本レベルとかでは名前も全然知られてなかったんですけど、そこから強くなってきたっていうか、その当時なんか今で活躍してる他の選手っています？あ、一緒のリーグみたいな。大学リーグでは1年生に吉野修一郎、あ、はい、で大学3年生に成松大輔、はいはいはい、で大学4年の時に私杉田大輔って感じで、まあ、一応いたのがいたんですけど、他にもまあプロには転向しなかったけど、うん、アマチュア選手で全日本チャンピオンゴロゴロいた時代だったので、はい、なのでそっか、じゃあ60キロで戦えたっていう自信というか、フィジカルもあったので、はいはい、なんでそこまで絞り切らなくてもまあいけるでしょうっていうような、うん、であれですもんね、なんかあの日本憲法の人ももともと大きな人でやってるから、はい、自分と同じ階級の人とやるなんて全然怖くないっていうのは聞いたこと。あ、そうなんですよ。なんでだから大学4年の時は内藤律樹と2回試合してて、坂浩介ともスーパーフェザーの、
全日本大王座決定戦で試合してるんですよ、はいはい、あの上の階級の人たちとやってるやってるんですよ、はい、じゃあ本当なんかあの今、はい、もうあの最前線で活躍してる人たちともやってるんです。すげえですね。で奇跡的に佐賀くんには勝てたんですよ。その時はまだ佐賀くんが1年生で僕が4年生だったんで、うん、僕のがアマチュア経験があったんで、まあ、今やったらまあめちゃくちゃ強くなってるんであれですけど、まあ、一応勝ってはいるんです。でも、はい、自分はあの、はい、まあ無理なく下げられるところあそう、ね、と言って今スーパーバンタム。そうですね。やっぱりだからやっぱ節制も一応はしてるっちゃしてますけど、どうですか、あの例えばほら60キロで出てるじゃないですか、うん、まあ、節制というか、まあ、トレーニングはしてても節制っていう節制はしてない、まあ、そうです。お菓子好きなんで、それ食べれても落とせるぐらいの範囲ですよね、うん、8% って体脂肪。それと今のスーパーバンタムって言ったら何ですかね、まあ、実質60キロでできてるわけじゃないですか、はいはい、スーパーバンタムにする意味っていうのは今何があります？やっぱり前日計量っていうのが大きいですよね。当日計量の60キロだったら、はい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 、多分まあできるんですよ、はいはい、結構60キロの人でも、はいはい、でもやっぱり僕1回 57.8 キロ契約で阿部玲也選手はいはいやってましたね、やったんですけど、はい、いや多分当日やればまだなんとかあるかもしれないですけど、はいはい、やっぱでかさ違います。当日でけえみたいな、プロって違うっすよね。やっぱ計量の時に大きくなんないですよ、やっぱりもうこれ以上見た印象と全然違う、はい、いやでかかったっすね。でかく感じましたね。階級やっぱ50この 1,2 キロですか、全然違うな、うん、やっぱ前日計量と当日計量でやっぱり全然アマチュアと違うっすね。あ、はい、吉野修一郎だってアマチュアの時は64キロ級っすよ。だけどプロの前日計量だからライト級で60キロで 60.60 キロですよね、ライト級ですよね、はいはい、やってるので。そっか、やっぱそれはあくまでもあれですよね、はい、他の選手が要するに相手選手がでっかいところから下げてきちゃうから、はい、 そうですね、それに合わせないといけないから、やっぱそれありますね、まあ、僕はめちゃくちゃ強かったら、うん、そんな階級関係なしにあれなんでしょうけど、うん、僕は差を感じました個人的には。でかさに、はい、やっぱり、はい、サイズにやっぱり骨格の違いというか、はあはあはい、そしたらじゃあその減量の話もここまで聞けたので、はい、そしたら次一つ聞いてもいいですか。はい、最近この体重超過、はい、要するに軽量オーバー多いじゃないですか、はい、それってなんかどう感じたりします？それとも自分はほら軽量オーバーっていうことがないから、はい、それに一番いい状態でやれてるからっていうのもあるから、はい、気にしてないか、はい、それともやっぱり例えば軽量オーバーがある選手とか、はい、最近多い中で何か、はい、って思ったりします？いやでも本当それは明日は我が身じゃないですけど、うんうん、いつでも誰でも送りうることだと思うんですよ。例えばもう風邪ひいてしまったとか、うんまあ、インフルエンザになってしまったとか怪我してしまって動けなくなってしまったとか、やっぱりリスクマネジメントしていく上で自分も例えば仕事がすごい忙しくなってしまって練習できなかった、うん、できなくなる、うん、そういう可能性もあるじゃないですか、うんうん、なんでまあ無理しすぎないところで減量回帰を決めてるんですけど、うんうん、でも本当に世界レベルで戦っていくのは極限まで絞らないといけないところもあって、うんうん、まあ難しくはあると思うんですけど、やっぱ結局体脂肪じゃないですか、うん、体脂肪率をできるだけどのぐらい下げて、うん、そこから水分抜くかって、うんうん、だからやっぱりその準備段階で難しいですよね。僕経験者だと思うんですけど、分かると思うんですけど、試合決まってない状態で、うんうん、段階で数字上は簡単ですよ言うのは、うんうん、試合決まってなくて体脂肪 5% とか 8% とか、うんうん、8% 5% ほんと 3%、うんうん、なかなか修行僧のような精神でやんないとできないので、うんうん、現実的ではないかなとは思うんですけど、うんうん、やっぱりでもいかにモチベーションを作って自覚を持って仕事としてプロボクシングやっていくかっていうことなんじゃないですかね。そのなんか大きな試合、うん、さっきの話の中で一つ大きな試合のためには極限まで下げなきゃいけないっていう理由としては、例えばあれですか、例えば今スーパーバンタムで、はい、大きな試合がバンタムで例えば世界挑戦があるってしたら、はい、そこに合わせなきゃいけないからってことですか？そうですよね。あとモチベーション上がるじゃないですか、うんうん、モチベーション微妙だと減量しきれない、うんし、多分今まで失敗人で、うん、なんだかんだ、いや試合決まったらみんな頑張りますよ、うんうん、
でも一番が100だとして、うん、微妙な試合ってあるじゃないですか多分、うんうん、その中で多分きっと、うんうん、多分やっぱ心のちょっと隙がある可能性も減量失敗の中にはあるかもしれないですよね。もしくはその試合が大事すぎて、うん、技術とかスパーリングに重点を置きすぎて、うん、肝心な体重の方にがおろそかになってしまった、うん、そういうパターンもあると思いますし、うん、まあそんな失敗例が、まあ、あると思うんですけど、でもさっき あのバンタムにせずに、はい、今スーパーバンタムでやってるじゃないですか、はい、基本あれですよね、そういう風に杉田選手みたいにやればいいよねっていう風に思う感じですよね、うん、そうすれば失敗はない。まあ、なんか日本人って国民性としてすごい真面目だから、うん、やっぱ行けるとこまで行けるっていうところが多いんじゃないですか、うん、まあ、うん、別にアンケート取ったわけではないんで分かんないんですけど、うん、聞いた話によるとメキシカンとかは、うん、結構やっぱ楽観的に考えててそこまで絞り切らないとか聞いたことありますし、そういうところはちょっと日本人の真面目なところが出てるのかもなっていうともありますよね、うん、国民性の一つなのかもしれない。なんかそのよく体重超過の問題で、まあ、水抜き云々ってあるじゃないですか、はい、それについてはどう思います？水抜き自体はいいと思うんですけど、うん、やっぱりその数字上のやっぱ人間ってやっぱり生き物なので、うん、そう数字上ではそうだけどやっぱ体調とか気候とか気温とかそういったいろんなものがやっぱ加味されて体重とかになってくると思うので、うん、かなりやっぱ神経質にこう作っていかないと、要は数字上だけでは難しいところもありますよね。 うまくいかないことがあって、まあ、実際その失敗が起きてるわけなので、何ですかね、まあ、答えはなかなかこう出しにくくはあると思いますけど、やっぱりかなり、まあ、水抜きが悪いわけじゃなくて、ね、まあ、そうですね。でもなんか最近この僕も総合の選手、そしてキックボクサーに聞いてみたんですよ、はい、別に YouTube どうのこうのとかじゃなくて、あのどうですかって言ったら、やっぱり水抜きしたがって失敗する選手が多いんだよねっていう、はい、総合もですか、キックボクシングもですかって言ったら、もう同じようにもう多いですよって、水抜きのせいで多いですよっていうのがあるんですけど、やっぱ水抜きは段階踏まないといけないですもんね、はい、そうですよね。ただその水飲んでよし減らせる、はい、じゃないから、でもそこは多分みんなもうこんだけ警告してたら分かってると思うんですけど、なんでその僕一番嫌なのが、水抜きは僕も全然ありだと思うんです、でも水抜きを含めて減量だと思うから、なんですかね、よく水抜きが失敗しましたっていう選手いますけど、いやいやいや、それってもうトータル減量失敗したってことの、なんか言い訳として水抜きが使われるってすごい嫌で、例えば水抜き失敗しましたって言ったら、いや逆にもう一人は、じゃあいや食べ抜き失敗しましたみたいな、はい、どっちも一緒なんだなって僕は思うんですけど、水抜きって難しい。いや難しいんじゃないですか、難しい、うん、やっぱ夏でも脱水症状とか熱中症になるリスクもありますし、うん、